皆さんこんにちは。神です。今回はアコギのプリアンプであるキュアプリアンプのクローンを作成しようと思います。こちらが目次となっています。前回の動画で回路図を作成したのですが、回路に一点修正がありました。前回の動画ではトレブルの可変抵抗のネオ10キロオームとしていましたが、100キロオームの間違いです。修正した回路図はこちらになります。この回路図からレイアウトを作成しました。そのレイアウトがこちらです。オリジナルは電池駆動でしか使用できないのですが、AC アダプターで使用することを考え、電源周りにコンデンサーを2つ追加しています。基板にパーツを配置しました。抵抗は、PRP の金属被膜抵抗、フィルムコンデンサーはビマ、電解コンデンサーは、1コンのオーディオグレードのものを使用しました。また、オペアンプは、TL082CT を使用しました。ケースの穴開けを行っていきます。まず穴を開ける場所を決め印をつけました。その場所にハンドドリルで穴を開け、その後リーマーで穴を広げました。写真を撮り忘れたのですが、裏側も同様にしています。ある程度パーツを組み込みながら配線をしていきます。エフェクター制作ではこの作業が一番大変なのですが、地道にやっていきます。できました。これが配線後の写真です。裏面の絶縁はクリアファイルの切れ端でしました。あとは可変抵抗につまみをつけ完成です。表面はこのようになっています。裏面はこのようになっています。それではサウンドチェックをしていこうと思います。ギターはドイナのアンバーロード GAC、ピックアップは K&K、極ミニです。まずは比較も兼ねオリジナルから。いかがだったでしょうか。オリジナルと聞き比べてもほぼ同じ音のものができたと思います。今回はケースに入れて作りましたが、ギターに内蔵できるようにしても面白そうですね。エレキギターのエフェクターとは違い、アコギのプリアンプは自作する人が少なく、回路図などもあまり出回っていません。キュアプリアンプは回路もそこまで複雑ではなく、パーツも少ないため、初めてでも簡単に作れると思います。自作すると楽器屋で購入するよりはるかに安く手に入れることができたり、自分が使いやすいように改造したりすることができたりと、結構いいところがたくさんあるので、ぜひ挑戦していただければと思います。最後に、この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また、感想や質問などコメントいただけましたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。